鎌倉宮鎌倉宮は神奈川県鎌倉市二階堂にある神社である。古代五天皇御子の森吉神皇を主催神とする。県務中高十五社の一社で、旧社格は官兵中社。神社本庁の包括下には当初より入っていない単立神社。森吉神皇の通称である大東宮にちなみ、地元では大東宮と呼ばれることもある。なお、森吉神皇は、 歴史的には森吉親王と読まれたと考えられるが、2020年時点では鎌倉宮の主催紙としては森長親王と呼称する。また、王刀宮の読み方は正式には王刀の宮と考えられ、鎌倉宮でもこれを採用するが、親王皇居の約40年後に完成した軍記物語太平記の五巻では大東の宮ともに読まれていたかのような描写があり、 鎌倉の地元でも、こちらの大東の宮で読まれることが多い。祭神である森吉親王は、五代醐天皇の御子で父と共に、鎌倉幕府を倒し、剣務中高を実現したが、その後、足利高氏との対立により足利方に捕らえられて、東高寺に遊兵され、剣務二年の中仙台の乱の混乱の中で高氏の弟の忠義の命で、家来である、 淵部義弘によって殺害された。寿明院南味方は、寿明院中納言の藤原康等の即女森吉新納の鎌倉雄兵に随行し、身の回りの世話をし、親王の最後にあたっては、理事、三寺の長老とともに丁重に弔った後、上落し、五代醐天皇へ、その最後の死祭は報告した。境内に拙者があり、南方者と呼ばれている。 村上義満は森吉親王の中心で、吉野落城に際しては、自陣を覚悟した親王をいめ、新郎の鎧一垂れを着用して、身代わりとなり、腹十文字に書き切って、壮烈な最期を遂げた。1908年、新に、死生、墨忠の勇士として、十三味を追造され、増樹三味様言の神と呼ばれるようになった。境内に拙者があり、村上社と呼ばれている。 1869年2月、武家から天皇中心の社会へ復帰させることを目的とした、県務中皇に尽力した神皇の功を称え、明治天皇は森吉神皇を祀る神社の造営を命じて自ら宮号を鎌倉宮と名付けた。7月15日に鎌倉宮の社号が可視され、7月に東光寺跡の現在地に社殿が造営された。 1873年4月16日に、明治天皇は鎌倉宮に行行し、同年6月9日に、鎌倉宮は、官兵中車に、列格した。1939年1月18日、日本優先の客船、秩父丸は、鎌倉丸と改名する。客船、日川丸の船橋に、日川神社の祭神を祀っているように、秩父丸にも秩父神社を勘定していた。 解明に際し、鎌倉丸は新たに、鎌倉宮から祭神を法案した。土楼本殿の後方にある土手の穴が、森吉新郎がおよそ9ヶ月間遊兵されていた、土楼であるという古伝承がある。独窟で2段になっている。鎌倉乱将校によれば、上段は、入り口から0.1寸ばかりの深さで2軒四方、あまりあり、下段は、さらに7。 発尺したって旧尺四方あり、周囲は赤い土であるといい。さらに、太平記に、堅務元年5月2日大東宮を、足利忠義受け取り鎌倉へ下し捧ぐつて、二階堂谷に土かごを塗り手図を受け参らせけるとあり、土の牢とは記されておらず、薬師堂谷の御所、または牢の御所と書いているものもあり、土かごは塗り込めた土蔵であり、紙面を金庫して、 入れ置いたのであるから、道の御所と称したに過ぎないという説もある。1873年に、明治天皇が鎌倉宮へ行行した際、安在所として建設された建物。館内には、鎌倉宮の祭人である、森吉神郎ゆかりの品々や、歴代連合艦隊司令長官の書など多数区の宝物が展示されている。年に、上の時、 村上義満が森吉親王の身代わりとなって切腹して、エピソードから2004年に義満を境内の樹齢103年の欅の大木で掘り上げた、なで、身代わり様像が拝殿横に存在する。鎧姿の刀身大武者像で、薬よけ、病気兵油のご利益があるとされ、参拝者が撫で回すので、支度を帯びて全身が光沢で輝いている。拝殿の正面には、 本神社のお守りの代表格である、獅子刀、守るの巨大像がある。真っ赤な獅子頭は森吉親王が、獅子頭の小さなお守りを兜に忍ばせて、自らの無事を祈ったのがゆえんとされ、役除け、幸運将来、交通安全、身代わりなどの効能があるとされる。原けに息を吹きかけて、杯に自分の役を移し、 役割石と呼ばれる大石に投げつけて割るための施設。設置されたのは比較的新しく1980年代頃である。鎌倉市指定の天然記念物で新木である。境内の社務所に隣接する2階建ての建物。参拝者、特に団体客の無料休憩所として利用される。椅子や机、自動販売機などが設置されている。 結婚式の披露宴会場としても使用され、太平殿との別名もある。時には、災害時に、この建物と境内は避難所として使用されることもある。かつて、丹沢地方から奉納された鹿が、新緑として飼われていた施設が、境内に存在したが、新緑が1980年代半ばに成去した、ために撤去され、跡地は駐車場となった。JR 東日本横須賀線。 江ノ島電鉄鎌倉駅より、京浜急行バス、鎌20、鎌倉ぐる行き、終点下車とほすぐ、ありがとうございます。